ございます。おはようございます。じゃあこんにちは。令和3年1月1日です。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。今年最初の YouTube 動画ということで、またね、今昼の散歩中ですけど、今日は寒いですね。まあ青空もところどころですかね、厚い雲に覆われていて、風はね、少ないんで、風は弱いんで、ちょっと待つかなというところです。人通りも少ないですね。ているんですけどね、なんで子供たちが遊んでるんですけど、今日はやはり、家でおとなしくしてるんでしょうかね。人通りも本当少ないです。まあ昔はこうでしたよね。最近なんかいろいろコンビニとかね、スーパーは空いてるし賑やかなんですけど、なんかお正月らしいなという感じがします。で、普段よりかね、このお正月を感じる度合いというんかな、なんかそれがちょっと強いですね。毎年毎年、去年のお正月どうだったかな、3年前のお正月どうだったかな、全然覚えてないんですけどね、なんか今年のお正月はちょっと感慨深げな、なんか印象に残るお正月のような感じがします。新年早々ですが、いろいろね、人生について、よく考えますね。今後ね、どうやって生きていくか、ものすごく不安でもあり、で、なんか楽しみでもありますね、そういったことがね、私にとっては楽しいかなとは思ったりもするんですけどね。楽観。楽観視、どうにかなるさいう感じがね、昔ね、中学生の頃やったかな、高校受験を控えてね、友達っていうかね、同級生に言われたことがあるんです。どうにかなるとでも思っとんやろういうふうにね。その時の僕ってあまりっていうか全く勉強しなくて、クラスでもドベタ、学年でもドベタぐらいのね、学力しかなかったんですけども、みんながね、高校に行くということで、いろいろね、資料を集めたり勉強したりで、そういった時もヘラヘラ笑いながら過ごしてたんでね、カリカリしてる友達、学年のね、同級生が、そういうふうに言うたのもわからないではないんですけども、そういうふうに言われた経験があります。結局ね、今、こうして50を迎えてるんですけども、みんな、中学卒業して高校なりね、ほとんどの人が行ってますよね。私は定時制の高校と、あと就職したんですよね。昼間は働いて、夜は定時制というふうに、して、働いて、アルバイトじゃなくてね、本当の就職ですね。健康保険もありましたしね、厚生年金あったんですよね。国民年金だったかな、厚生年金か。そういう町工場でしたけどね、鉄工所、小さな鉄工所でしたけど、そこに勤めました。なんとかなるというかね、それは全部先生の、助言一つでね、ここがええ、あそこがええいうふうに。私も言われるがままに、してました。そうですね、やっぱりそこでもね、自分の意見っていうか、言うたら何をしてるかわからなかったんですよね、私自身も、一体今がどういう状況、
今がどういう風な状況なのか、自分は一体どこに進んでいきようのか、自分がね、行ける最終的に行き着くとこはどこなのかとか、何をしようとしてるのか、周りの人は何を考えてるのかっていう風なね、戦略っていうかな、まあそんなんも全然わからんとね、過ごしていたわけです。まあおのずとね、先生や親や、まあ、ほぼ先生の言うことばっかりね、聞いてましたね。まあね、人のレール、人が敷いてくれたレールをね、ずっと走ってきたわけです。そういう人生をね、まあ今の今までやってきたわけです。まあこれからはね、人生100年と言います。50歳といったら中間ですよね、全く中間で、まあ非常に厳しい、まあ50にもなってっていう厳しい状況ではありますけどもね、まあ自分の人生を生きたいなと、思っております。そうですね、今日は寒いですね。まあ人生も寒いね、懐具合も、休業中ですからね、給料入ってこないんですよね。まあ後でなんか給付金がもらえるみたいなんですけど、まあそれの手続きもいろいろあったり、今楽しいことですね。まあ結構ね、雑煮とか作ったり、あと惣菜ですけど、おせちのね、惣菜買ってきて食べたりね。今日の朝は、久しぶりに日本酒をつけまして、ね、缶にして、それらとの、食べて飲んでしましたね。久しぶりに、よかったなと。そういう小さいことですけどね、よかったなと、思っております。7分もうちょっと喋りましょうか。年賀はがきもね、4枚かな、昔の友達のお母さんからね来てました。あとはひいきにしてる洋服屋さんか、うちの兄夫婦と、そのうちのお父さんお母さんから来ましたね。あとはなしですね。私もね、1枚だけ今回は出しまして、昔のね、専門学校時代の、友達がいるんですけども、その子にちょっと出しましたね。ちょっとね、今人通りが多くなったんで、ちょっと喋りづらいんですけども、年賀状を出したという話をしました。それでは、ね、人通りも多し、この辺でちょっと失礼を、ちょっと失礼をしますね。それではまた。